事務所まで送ってくれてありがとうございます。なんだか今日一日中そわそわしてませんでした？撮影中もジロジロ見てたし、様子がおかしいです。え、プレゼント？ああ、今日私の誕生日だ。ありがとうございます。挙動不審の原因ってまさか渡すタイミングをずっと考えてたからですか？意外と不器用というか、なんというか。プレゼントの中身は何が入ってるんでしょう？もらっていいんですか？すごく欲しかったんです。スマホより音質いいですし、何より持ち運びやすい。早速使ってダンスの練習してきます。私のために選んでくれたプレゼント大切にしますね。